今日から使える簡単血統データ、血統データ備忘録。今回は2022年3区デビューの新種ボバ傾向を大胆予測していきたいと思います。ちょっと気が早い企画にはなってしまうかなと思うんですが、ペーパーオーナーゲームでかなり実績をお持ちのカッサさんをお迎えしまして、2022年に3区がデビューする新種ボバのですね、3区の傾向について、何の根拠もない予測にはなってしまうんですが、予習の意味も含めてお届けしたいなと思っております。今回は里のダイヤモンド、里のクラウン、リアルスティール、マインドユアビスケッツ、この4頭の注目新種ボバについてお届けしたいなと思っております。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、2022年新種ボバの3区の、傾向を大胆予測していきたいと思います。それでは本日はカッサさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画では、リアルスティール、里のダイヤモンド、里のクラウン、マインドユアビスケッツの4頭の新種ボバについて、ちょっと掘り下げて、予想をしていきたいと思います。まずはリアルスティールからちょっと触れていきたいなと思うんですけど、まずじゃあちょっと、僕の方からリアルスティールの3区がどんな感じになりそうかってところをちょっと、お話しさせていただくと、リアルスティールってハーチチが、ストームキャットのディープインパクト3区という形なんですけど、この血統背景っていうと、絆だったりとか、里のアラジンと全く一緒になるので、里のアラジン3区だったり絆3区の傾向というのはちょっと参考になるかなと思ってまして、里のアラジン3区のボバ、絆3区のボバについてのちょっとデータ取ってみたんですけど、両方とも芝よりもダートの方が全然成績がいい形になってますので、ハーチチストームキャットの影響がかなり強く出るんじゃないかと。リアルスティールももしかしたらちょっと同じような傾向が出るかもしれないので、里のアラジン3区も絆3区もデビューして序盤は芝のレースで人気を集める傾向もあったんですけど、ダート代わりで穴を開けるケースとかも多く見られたので、リアルスティールについてもですね、同じようなちょっとパターンを期待してもいいんじゃないかなと。ストームキャットの、影響が強く出てしまって、特にボバに関してはちょっとダート向きの3区が多くなるのではないかというちょっと予想してるんですけど、この辺どうですかね、カッサさん。はい、そうですね。やっぱり、里のアラジンですね。先ほどマサさんおっしゃったように、里のアラジンだったり、絆だったりっていうと、馬体重500キロを超える馬たちなんですよね。そういった馬格のある馬っていうところで、実際リアルスティールも現役時代ね、500キロを超えていた、大型馬なので、マスさんが言われたように、ちょっと今回はね、ダート馬に、偏る、ボバですけどね、ダート馬に偏るっていうような、傾向で間違いないんじゃないかなと、私個人も思っております。はい、ありがとうございます。やっぱりそうですよね。じゃあ、このチャンネルの、里の、リアルスティールの、リアルスティール3区のちょっと傾向の予測としては、馬体重がある程度大きな、500キロとか近いようなボバであれば、ダート戦の方が狙い目になるのかなというちょっと予想を、チャンネル公式の予想とさせていただきます。はい、続きましては、同じく2022年の新種ボバの、里のダイヤモンドの3区の傾向を、大胆予測していきたいなと思います。里のダイヤモンドについてはですね、血統を見ていくと、結構ヘイローのクロスが多かったりとか、そもそも南米、アルゼンチン血統だったりするので、血統的には結構早熟傾向の強い傾向かなとは思うんですけど、ただ里のダイヤモンド自身がクラシックレース一番強かったレースが菊花賞ですし、有馬記念もかなり強かった内容でしたけども、
どちらかというと結構スタミナに寄ったようなタイプの馬だったかなと思ってて、馬体見てもですね、この馬直接見たくて中京競馬場にね、笠田さんと一緒に行ったこともあるんですけど、やっぱり胴長で足も長くて、スピードのある馬というよりはスタミナに優れた馬なのかなといった印象も受けたので、ちょっと血統面からは早熟傾向が見られつつも、ちょっと本人のタイプ的にはスタミナっぽい感じかなと思っていて、ちょっと結論が出ていなくて迷っているところなんですけど、笠田さん、この里のダイヤモンドについてはどうお考えでしょうか？はい、私はですね、やっぱりちょっとねスピード不足っていうところが感じているので、品形からそのスピードをねやっぱ補える、そういった牝馬が狙い目なんじゃないかなと思って、やっぱりまずミスプロ系ですよね。そこで、スピードを補うって考えで、それこそキングカメハメハだったり、ロードカナロア、ロードカナロアが一番ベストだとは思うんですが、ね、なかなかまだ多分いないと思うので、それこそルーラーシップだったり、ただルーラーシップってなると今度はそこで本当にスピードが補えるのかっていう話にもなるので、その場合はさらに牝馬で、スピードを補える血統をですね、狙っていきたいかなと思ってるので、私里のダイヤモンドの血統となった時はミスプロ系、まずはここを狙っていきたいと思っております。じゃあどっちかというともうスタミナ寄りの守護馬になってしまうかなってというお考えですかね。そうですね、そうなるとやっぱり繁殖牝馬の方でスピード血統がしっかり入った繁殖牝馬の、里のダイヤモンド産駒を狙うのがいいんじゃないかと、そういった感じですかね。そうですね。はい、わかりました。はい、続きましては、里のクラウンの、産駒の、傾向を大胆予測していきたいと思います。里のクラウンについてもですね、正直ちょっと判断が難しい部分があるかなと思っていまして、先ほどの里のダイヤモンド同様ですね、血統のとこ見ていくと、この里のクラウン、ミスワキだとかマキャベリアンっていうサンデーサイレンス系にすごく相性のいい血統を持っているので、やっぱりディープインパクト系の血を持った繁殖牝馬と合わせると、結構スピードなんかが補完されて、この里のクラウン独特のパワーみたいなのが合わさって相性がいいんじゃないかなと、血統的にはちょっと思いつつも、やっぱりこの里のクラウン の, 過去 の, 現役時代の、ね、成績を見るとですね、もう重馬場の鬼といった形ですし、非根幹距離の G1 に強かったっていう印象があるので、どうしてもやっぱりそのパワーに寄ってってしまうような心配があるんじゃないかなと思っているので、血統的にはねサンデーサイレンス系と相性のいい血統がありつつも、ちょっとパワーに寄りすぎで、ダートだとか重ババに強いようなちょっと穴っぽいところに寄ってってしまうのかなという心配をしているんですが、里のクラウンについて笠田さんいかがでしょうか？はい、そうですね、私も、マスさんがおっしゃったように、サンデーサイレンス系がねつけれるのでいいなとは思ってるんですが、ちょっと個人的にですね、今回母父サンデーっていう2列目ですよね、いわゆるのところよりは、母父3列目ですね、ちょっとサンデーの血が薄い方がいいんじゃないかと思って、里のクラウン自身はやっぱりパワー型で、そのスピードを補う点でもサンデーを入れた方がいいとは思うんですけど、ちょっとその
あまりにもね、2列目でサンデーが入っちゃうと、今度そのサートのクラウン自身の良さが消えちゃうんじゃないかなっていうところで、まあ3列目ですね、母母父、まあ、このあたりでサンデーサイレンスの血をまあ補填するっていうことで、里のクラウンの良さも生かしつつ、貧形からまああのスピードだったりキレを補うっていうところで、まあ、狙っていきたいかなと思っております。なるほど。まあ、サンデーサイレンス系の血が母父に入るよりは、母母父に入っている里のクラウン3区みたいなのが結構走るんじゃないかと、はい、そうですね、予想しております。うん、まあ、どうしてもサンデーサイレンスの血が入らないと、多分この馬ね、3区が多分ダートに寄りそうですよね、うん、そっちに多分寄ってっちゃうと思うので、必要だけども、うん、まあ、あんまり濃いところにいるとちょっと里のクラウン自身の良さが消えそうかなってところですかね。はい、まあ、そういった意味で考えると、あんまりあの安定していい走る3区を出すというよりは、しっかりはまればなんか大物を出しそうな、そういったホームラン狙いの守護馬かなといった印象ですかね。そうですね、はい、なるほど。まあ、里のクラウンについてはあの結構しっかり掘り下げることができたかなと思いますので、ありがとうございました。はい、続きましては、アメリカから輸入されてきた形となっています、マインドユアビスケッツ、こちらの新種ボバあの掘り下げていきたいと思います。まあ、血統のところからなんですけど、まあ、血統を見るとですね、この馬、まあ、あのバイスリージェント系、あのデピティミニスター系ということで、まあ、かなりあの日本でもね、サンデーサイレンス系との相性がいいあの系統ですので、まあ、そういった意味ではあのかなりあの有力なんじゃないかなと個人的には思ってて、まあ、血統表の中にもあのそのバイスリージェントだけじゃなくて、ラーイだとか、まあ、ロベルトだとか、コジーンとか、オーサムアゲインといった、まあ日本でもあの 実績のあるあのシュボバの名前が血統表の中に散りばめられている形になるので、まあ、日本に合わないってことはないんじゃないかなと、大外れはないんじゃないかなとまずは思っています。まあ、ただあのもちろんこのマインドユアビスケッツ、あのアメリカのダートのバリバリのダートの馬で、あのもちろんダートにあ の方にですね、3区の傾向がこう寄ってきそうかなっていうのももちろんあるんですけど、まあ、ただこのマインドユアビスケッツ、あのドバイゴールデンシャヒーンであの2年連続ですごい足であの差し切っていたあの内容からはですね、まあ、その末足だったり瞬発力っていうのはもしかしたら日本の芝であの対応できるその末足だったり瞬発力につながるんじゃないかなという面もありそうかなと見てますので、まあ、あのマイヌ・イワビスケッツ自体はもちろんバリバリのダート馬でしたけど、まあ、日本だとですね、あの配合次第では芝で最後の直線あの差してくるような瞬発力を持った参考を出すことも多いんじゃないかなと見ています。はい、それでは笠さん、このマインドユアビスケッツいかがでしょうか。はい、そうですね、あの見てみるとあのヘイルトゥーリーズンのクロスが入ってるんですよね。でただこのヘイルトゥーリーズンのクロスって、あのロベルトとストップザミュージックですかね、この2頭から来てるものなので、まあロベルトとストップザミュージックって本当にパワーとね、スタミナだったりっていうそこの塊なので、まあキレだったり瞬発力だったりっていうちょっとやっぱりサンデーとは違うところではあるので、まあダートがやっぱり主戦となってくるのかなっていうところがまず一つですね。でまあ、2つ目としてはあの自身ですね、このマインドユアビスケッツっていう、まあ、調べたんですけれども、ちょっとやっぱりそのコーナーがきつい、そういった競馬場がちょっと苦手だったっていうことを聞いてたので、まあ、正直狙うんだったら、まあ、それこそね東京、まあ、府中の、まあ、長い、まあ、直線のまあ、そこをこう瞬発力でこう刺してくるというか、まあ、そういうイメージかなと現段階では思っております。東京ダート 1400m あたりが、そうですね、狙い目ですねという感じですかね。はい、じゃあぜひですね、このマインドユアビスケッツ3区が東京ダート 1400m で出てきたら
このチャンネルね、ご覧いただいているみんなで単勝馬券を買って、はい、応援していきたいなと思います。はい、以上、じゃあ4頭、まあ、あくまでね、まあ、何も分かってない状況での、予測となりますが、まあ、簡単な予習をさせていただきました。またですね、もちろん笠さんにもお力を借りて、まあ、4月終わりか5月あたりにですね、また有力な産駒をどんどんご紹介できるような動画また撮りたいなと思っていますので、その際はまた笠さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ペーパーオーナーゲームマスターの笠さんをお迎えして、新種牡馬の大胆予測を行ってきました。まあ、今後ですね、どんどんいろんな情報出てくるかなと思いますので、まあ、産駒がデビューする前にいろんな傾向のですね、仮説を立てながら、うまく馬券につなげていければなと思っております。今後もですね、またこういった新種牡馬の傾向だったりとか、まあ、こんな感じになるんじゃないかなっていう情報をつかめたらですね、どんどんまた積極的に更新していきたいなと思っておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。血統データ備忘録 YouTube チャンネル、今後も、レースの予想に役立つ血統データどんどん積極的に更新していきますので、ぜひチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録していただきまして、次回の動画でまたお会いできればと思います。はい、それでは最後までありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。